さあ今日はですね、超レアレースの船券勝負をやってみたいと思います。はい、平和島の最終日の優勝戦です。はい、メンバーはこんな感じです。1号艇に沢大輔選手が来ております。これ超レアケースです。はい、まあ皆さん知ってると思いますけれども、沢大輔選手、アウト屋です。ただ得点率がトップになっちゃいまして、1号艇に乗っております。さあこれね、6コースに振るというね、これこの時だけ解除してもいいんじゃないかと思うような優勝戦ですけれども、そこをね、男らしく外から行くというところで、この超レアレースをやってみたいと思います。それではですね、展示の方を見ていきましょう。さあ展示の並びはまあ予想通りというかね、定番位置です。1コース1号艇なのに大外、23456ですね。はい、さあ展示を見まして予想していきましょう。まあここでは、まあ、後藤選手の陰線という形になります。後藤選手の陰線1着率 68.4% と3連単率 92.1% で、前節に優勝します。今まで優勝戦の戦歴なんですけれども、陰線ですね、もう競艇人生ですね、インコースからの優勝戦連漏れたことがないという実績がありました。あとはまあ沢選手、モーターね、伸びかなり快速でやってきてます。前回のこの冠レースの優勝者でもあります。1年前ですね。で今年優出3回してますし、連覇のかかるレースということで、買い目をですねこちらにしてみました。はい、2の頭、まあ、陰逃げという形ですね、の2着が4号です。で沢選手外しと、沢選手のまくりまくり差し、後藤選手が 1,2 着のどちらかに入ってくるという買い目です。この実績から考えて陰逃げ濃厚だと思っております。はい、あとは誰が攻めるかですよね。沢選手っていうのも考えたんですけれども、沢選手の優勝戦の戦歴を見たんですけれども、優勝するか5-6、まあ、5着6着という大敗してるんですよね。まあ、外を握っていく形になってしまうと連に絡まないのかなっていうところを考えてこの目にしてみました。あと気になるのは5号艇の山本選手、ピストン変えてきてます。モーターかなりね、出足も伸びもいいみたいなので、まあ、B1 選手って書いてあるんですけれども、もともとは A2 の選手で調整がちょっと効いてたのかなっていうところで、まあ、先攻めという形になってみました。あと沢選手の頭に関しては、大外からまくって2着に残る手っていうのが、刺した手っていうところがあるんですよね。刺してくるのは5と4かなっていうところで、まあ沢選手がね、1号艇に乗っても6コースに向かうというね、このレアレース、さあ結果はどうなるか、この後楽しみです。それでは見ていきましょう。さあ始まりました。沢選手ね、1コースから6コースに回りました。はい、あれなんか優勝戦だから、いきなり内とかで走ったらダメなんですかね。一回やってほしいですけどね。お金欲しいんやっつって、陰線とか走らないですね。そしたら勝てるような気がしなくもないですけど、はい、6コースの矢後選手もね、かなり伸びがいい。モーター相場的には6が一番いいみたいですね。ただ後藤翔志選手のこの優勝戦のまあ勝率といえば、まあすごくデータ的にもね、いいのでね、負けたことがない、連に絡まないことがないということはね、すごいと思うんで、さあどうでか、これどっかがへこんだりするとやばいですけどね。
あスタートあんま行ってない。あこれはインニエなのか。あでも3出てる。これも沢選手。あミスった。あやばいやばいやばい、刺される刺される。あ刺された。まずい、刺さるな。やばいな、今ちょっとミスりましたね。さあここはしのいでほしいけど、よしナイス、これ沈めた、これは沈めた、よし、オッケー、はいはいはい、これよし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 、澤くんな、澤選手これ来なくていいぞ。さあ246は勝ってます。さあモーター的には6の方が出てますけれども、ちょっと怖いですね。よしこれはもう勝ったな、よしオッケー、ナイス、よし246、よしこれは取りましたね。はい、危なかったですね。あの大場選手がちょっとターンミスって釣られて、後藤選手もやられてましたね。ちょっと厳しかったけど、なんとか抱え込んでくれました。で後ろも3も来てるので4着に、これはもう当たりましたね。これはもらいました。で4が深井選手がモーターが一番弱かったんですよね。で一応人気薄だったんですよね。で最低オッズでも20倍以上あったので、これはかなり惜しいかもしれないですね。40倍ぐらいもしかしたらいってるかもしれないです。はい、いやでもやっぱり戦歴があると、優勝戦でねまだ1回も負けてないっていう、この情報を知ってると後藤選手の優勝戦はすごく買いやすいんじゃないですかね。はい、はい、2着は4番の深井、4、6でしたね。はい、はい、では246でした。これですね、ちょっとびっくりしちゃったんですけども、一番人気でした。はい、的中いたしました。はい、3000投資で7000円ぐらい勝ちましたね。はい、一番人気でもね22倍つきましたね。もうかなり割れてたんで、1着の頭で後藤選手と澤選手が、まあ、全部満州じゃない状態でしたね。混沌としてたんですけども、一番人気でしたね。まあ良かったです。僕もちょっとオッズを見て買っていないので最後までちょっと分かんないんですけども、まあ本当にすごかったですね。あの絶対刺されたと思ったんですけども、さすが地元、優勝戦が連覇、前回唐津に続いて2連覇、連帯を逃したことがないというのはいい情報ではあると思うので、今後僕も役立てていこうと思いました。はい、それではね、また次回もお楽しみください。それではシュガーでした。